いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2015年モデルメルセデスベンツ G350 ブルーテックエディションゼブラをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントに数箇所飛び石と、ボンネットに同じく数箇所飛び石があり、フロントガラスに飛び石と、各ドアのエッジの部分に傷がございます。また左側のドアミラーに小さな傷と、左側の B ピラー部分に線傷があり、右のリアフェンダーに小さな傷と、リアバンパーに同じく小さな傷がございます。走行距離に関しましては約5万5000キロ走っているお車です。外装色はデジーノミスティックホワイト、インテリアはブラックレザーの組み合わせとなっております。メルセデスベンツの G350 ブルーテックをベースに、数多くの専用装備が施されたスペシャルモデル G350 ブルーテックエディションゼブラでございます。デジーノミスティックホワイトの外装色にオブシディアンブラックのコントラストペイントが加わり、迫力のあるデザインに仕上がっております。またデジーノレザーシートやフロントのベンチレーター、前席後席のシートヒーターをはじめ、高級感と快適性あふれるインテリアも魅力の一台です。ヘッドライトにはキセノンのヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては、3リッター V6 ディーゼルターボエンジンが搭載され、最高出力は211馬力を発揮します。アルミホイールはブラックペイントの18インチのアルミホイールが装着されております。続きましてトランクスペースご紹介させていただきます。トランクの開閉は手動で行っていただきます。G クラスでございますので、トランク全体十分な容量確保しており、このようにスーツケースを収納することが可能です。また後部座席を倒していただきますと、長い荷物にも対応ができます。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはブラックのレザーシートが採用されております。運転席、助手席ともにそれぞれ使用感がございます。ではエンジンを始動していきます。ステアリングは4本スポークの AMG パフォーマンスステアリングが採用されており、パドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速を楽しみいただけます。またアダプティブクルーズコントロールが装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。ナビゲーションは純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、車内では地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと、バックカメラが装備されております。フロント両席、シートヒーター、ベンチレーターともに完備されておりますので、一年中快適なドライブを楽しみいただけます。シフトに関しましては7速のオートマチックシフトが採用されており、走行モードはエコモード、スポーツモード2段階での変更が可能です。続きまして後部座席ご紹介させていただきます。後部座席に関しましてもフロントと同様使用感がございます。G クラスでございますので、スペースは広々と確保されており、後部座席にもシートヒーターが備わっております。またスピーカーはハーマンカードン製のスピーカーが装備されておりますので、後部座席の方も快適にドライブを楽しみいただけます。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。では今回は2015年モデルメルセデスベンツ G350 ブルーテックエディションゼブラをご紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約5万5000キロ走っているお車です。
限定120台の希少モデル G350 ブルーテックエディションゼブラでございます。オブシディアンブラックのコントラストペイントやブラックペイントの18インチアルミホイルなどにより G クラスの力強さをより強調したデザインとなっております。またシートヒーターやベンチレーター、サンルーフ、ハーマンカードン製のスピーカーをはじめ快適装備も充実した1台です。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。